け抜けた奇跡翼へ。
おとなしくしてろ。そうしないとお前の肉を綺麗にそげねえだろうな。これまで人類が奪われてきたものに比べれば例えようもなく小さなものかもしれん。しかしその一歩は我々人類にとっての大きな進撃になる。いくら精鋭班でも2班で4体同時は。そのお腹の中に何が入っているのか非常に気になりますが、弁護班に任せます。くそ、浅い。隊列を接しろ。運動精度が普通のやつの比じゃねえ。くそ、認識が甘かった。くそ、もう逃げられねえ。新一番、ワイヤー掴まれて終わりだ。いや、いける。やつがアルミンに気を取られている今なら。起動装置をつけていたとしたら、我々兵士の中に紛れ込んでいる。そいつが巨人だ。捕まったんじゃなかったのかよ。Hit!
を奪った。少なくとも奴は1分間暗黒の中。それまでに仕留める。捕獲などクソくらえ。今殺す。ここで目じめに死ね。クソ目型に報いよ。目の回復などさせるか。腕上げてられなくなるほど削いでやる。肩周りの筋肉全部だ。削いでやる。その腕を打とう。おじさん、次は首だ。首を支える筋肉を削げば、うなじが狙える。注意を引け。Ah!
絆にすがって失敗した。思い出せ。正しいかどうかなんて考えてる暇はない。とにかく動け。綺麗事で終わろうとすんな。そう、行かせない。兄、落ちて。大事な証人を食うんじゃねえよ。
リヴァイ、大きくなったか。お、おめえもあんまり変わってねえな。キリバキュー。動きを完全に読んでたってことか。時間がかかること。白人戦の方が有利。これでは全滅する。1メートル、幅10センチの大きさしかない。本体を破壊しない限り、また体を再生させ、高熱の盾を生み出す。この機を逃すな。くそ、どれだ。消しとよ。わがままを言って申し訳ありません。でも初めてなんです、親に逆らったの。私が始めた
親子喧嘩なんです。我々の動きを知れば敵はエレンを狙ってくるだろう。ここにいるのはフードで顔を隠した総員100名の兵士。誰がエレンか分かった時はすでに外門を塞いだ後だ。生まれた時からみんな特別で自由だからだ。全身をくまなく硬質化で覆った俺には傷一つつけられは。したがって雷槽で攻撃できる条件は目標の周囲に十分な立体物があるときに限られ、雷槽で攻撃できるチャンスはこのような条件下しかない。今ここで決めるしかない。どんな結果になっても受け入れられる気がする。そうだ、誰も悪くない。全部仕方なかった。だって世界はこんなにも残酷じゃないか。奴はまだ雷槽を知らない。俺とコニーとサシャで気を引く。その隙にミカサが撃ち込む。了解。おい、ウストラ、その目ん玉ぶっ潰してる。このバーカ変態大魔王。見えすぎた陽動だろう。だが、雷槽を食らえば。並んで突っ立ってた巨人を伝って忍び寄り、獣の巨人を奇襲しよう。すまない。がリヴァイか。イナジオ、なんだ、何も見えない。目をやられたのか。もう足が。さっきは随分と楽しそうだったな。
硬質か。ダメだ、マネアーラ。もっと楽しんでくれよ。
一体軌道に移れ。噛むほどに旨味が広がっていくわい。